8月30日松山市一坪西町の愛媛県武道館で愛媛国体県選手団の結団式と壮行会が開かれました。結団式と壮行会には38競技の選手や監督、役員など合わせて800人余りが出席し、まず各競技の代表が力強く意気込みを語りました。そして開会式で旗手を務めるボート青年男子の武田大作選手に団旗が贈られた後、中村知事が自信を持って大会に臨んでほしいと選手を激励しました。この後選手を代表してボクシングの高橋誠選手が、愛媛国体では会場の応援を力にして優勝につなげたいと決意の言葉を述べました。またオリンピック史上初の4連覇の快挙を達成したレスリングの伊調馨選手がサプライズゲストとして登場し、試合前のイメージトレーニングの方法など選手たちにアドバイスを送っていました。まあ、プレッシャー感じるんですけど、まあ、それは多分誰も一緒なので、まあ応援されてるということでしっかり力に変えていきたいと思います。みなさんの応援を力に変えて頑張りたいと思います。身に引き締まる思いで、はい、本気が本当に国体が近づいたと思います。必ず一番を獲得しに行きますので応援のほどよろしくお願いします。愛媛国体はいよいよ9月30日に開幕します。